えぐえアテレコ選手権。えぐい絵ではありません。えぐじに描いたキャラクターの絵です。あ、ごめんなさい。えぐい絵ですね。だから。えぐい絵ではありません。そして、そのキャラクターの喜怒哀楽を表している4枚の絵を描いてもらいましたと。はい。先ほどえぐじさんに描いてもらいました。描きました。ただ、えぐじの絵なので捉え方が難しいと思うので。じゃあ、描かせないでくださいよ。僕が今から名前、性別、性格を決めていきたいと思いますと。先ほどえぐじさんに描いていただきましたが、はい。僕らが発注したのはですね、はい。キャラクター、まあ、できれば、願わくば、人間で、ありあ、あってほしかったんですけど。アメーバー状と言いますか。表情は全部一緒です。いや。みんな喜怒哀楽の表情してますよ。体で表現してる感じです。ただ、本当まあ、なんとなくドアはわかります。はい、なんとなく愛もわかります。はいはい、なんとなく楽もわかります。気がわからない。ハッピーな感じするじゃないですか、なんか。します、ハッピーな感じ。ハッピー。これ、ハッピーな感じします皆さん。ハッピーですよ。みんな苦笑いです。こんな俺、今年一番だと全員が同じ表情したの。初めて見たぞ、俺。はい。こいつの名前、そうですね。翼にしましょう。やばい。なんでですか。いや、こう、いざとなった時に、もしこれに声当てなきゃいけないって時に、夜長にしときます。これの名前は、夜長というと、ちょっと語弊、なんかね、事務所に怒られる可能性があるんで、はい、翼です。性格は、はい、ババアって言われて、ババアじゃないっていう子です。それ、夜長さんじゃないですか。ダメですよ、そんなの。おい、美女って言った美女でもないっていう。最近みんなで、おい、美女っていうのが流行ってますから、ね、はい、逆に。美少女って言った美少女なのって言いますね。そうそう、美少女なの。おい、ブスさ、ブスでもないっていうから、ね。もう、あいつ、ちょっと最近面白くなってきますからね。一応、だから、翼です。性別は。性別は、はい。どっちですか、美少女です。やばい。ですか、性別美少女って何なんですか。名前は翼くんで、はい、翼くん、あ、翼ちゃんで、翼ちゃん、翼ちゃんで、本田翼さんとかいらっしゃいますかね。女性でも翼さんいらっしゃいますかね。性別は美少女です。美少女、はい、性格はババアです。ちょっとハードル高すぎませんか。ちょっと性格ババア難しいか。性格ババアやばいっす。どうやって表現すればいいか分かんねえな。ババア夜中しかできない。みんなウィングさんをどうやってトレースするかみたいになっちゃいますね。そうだね。そうなっちゃったら違うか。そうですね。そうなっちゃったら。モノマネ選手権になっちゃう。あ、それじゃ、ごめん。なし。なしになった。なしになった。これ性、でも男でも女でもいける名前がいいな。うん、それは実際そうだな。そうですね。男でも女でもいける名前ってなんだろう。どうですかね。あ、クレーバー、作家すげえな。ああ。作家すげえな。甘えちゃおう。司にしよう。確かに、かっこいいし。どっちもいいね。かっこいいし、かわいい。かわいいし。かっこいいし、かわいい。よくできた名前、司。性別は、はい。基本的には女子にしましょうかね。はい、女性。女性にしましょう。女性。ですので、性格は、性格。クールです。あ、表情にはあまり出ないけど、滲み出る感じで喜怒哀楽が出ちゃう。ああ、なるほど。だから、なんだろう、ツンデレにしましょうかね。ああ、ツンデレいいですね。ツンデレにしましょう。ツンデレいいですね。いや、別に、なんか、喜んでないし、って言ってるけど体がぐにゃぐにゃってなって。見た目でわかる。いや、別に怒ってないけど、つも肩バーンってなってるみたいな。いや、もう厄介な感じ。裏腹なやつです。裏腹。性格裏腹。性格裏腹ですね。はい。